チャールズ・エイバンズ・ヒューズは、アメリカ合衆国の政治家、法律家、ニューヨーク州知事、ハーディング、クーリーチ政権の国務長官、連邦最高裁判所長官、1916年の共和党大統領候補、1881年ブラウン大学を同期、最ン少勝つ2番で卒業、1884年コロンビア、 大学法科大学院をトップクラスの成績で修了。コーネル大学ロースクール教授を務めた。チャールズ・エイバンズ・ヒューズは1862年4月11日にニューヨーク州グレンズ・ホールズで生まれる。一家は1859年にニューヨークに移り住んだ。母親はヒューズを私立学校に入学させる。彼は北部バプテスト教会。 メインラインプロテスタントで活発に活動した。ヒューズはマディソン大学に入学し、デルタウプシロンのメンバーとなる。その後ブラウン大学に転籍し、デルタウプシロンの活動を続け、1881年に19歳というクラス最年少で卒業した。1882年にコロンビア大学法科大学院に入学、1884年に主席で修了する。 1885年に彼はアントワネット・カーターに出会う。カーターは彼が勤務した法律事務所の所長の娘であり、二人は1888年に結婚した。夫妻は一人の息子、チャールズ・エヴァンズ・ヒューズ・ジュニアと三人の娘を設けた。娘の一人、エリザベス・ヒューズ・ゴセットは世界で初めてインスリンの注射を摂取された人物であり、 後には最高裁歴史協会の代表を務めた。1891年、ヒューズはコーネル大学ロースクールの教授に就任し、弁護士の業務から離れたが、1893年には元いたニューヨークの法律事務所に復帰した。彼は弁護士業を行うと同時にニューヨークロースクールで教鞭を取った。当時同行ではウッドロー・ウィルソンも教鞭を取っていた。 1905年、ヒューズはニューヨーク州立法府公益企業評価委員会の委員に指名された。彼は汚職を発見し、それによってニューヨークのガス料金は値下げされることとなった。その結果、彼はニューヨークで保険業界の調査を任命された。1922年にはワシントン海軍軍縮条約に国務長官として締結した。 昭和天皇は戦後この軍縮条約が日本を追い込んだと否定的に捉え、条約締結時の国務長官のヒューズの名前を挙げ、春秋の筆法なれば、ハフィス国務長官がパールハーバーの奇襲をしたとも言える特内庁長官に述べた。ヒューズは1907年から1910年までニューヨーク州知事を務める。彼は1906年の選挙でウィリアム・ランドルフ・ハーストを破り、 中全体における唯一の共和党候補の当選者であった。1908年、ウィリアム・ハワード・タフトから副大統領候補の要請を受けたが、彼は再び州知事に立候補するためそれを断った。ありがとうございます。